県立の特別支援学校の生徒らに卓上でもサッカーを楽しめるミニロボットを静岡市の産業用ロボットメーカーが寄贈しました。県立中央特別支援学校にジョイスティック型ミニロボ二十台とサッカーコート六台を寄贈したのは静岡市水区に本社を置く産業用ロボットメーカーの IAI です。ジョイスティック型ミニロボは リモコンを倒すことでシュート機能を備えたロボットが動きますリモコンのスイッチを押すことでシュートができるため片手での操作が可能で誰もがサッカーゲームを楽しむことができます IAI はジョイスティック型ミニロボおよそ200台を県内の特別支援学校に寄贈する予定です